よしと、あんた出て行って。はい？急になんだよ母さん。ニートのダメ人間は出て行け。あんたを見てるだけで腹が立つのよ。目障りだから出て行け。急だな。なんでそう思ったんだ？妹の美咲を見て何も思わないの？そりゃ思うことはあるよ。美人なのだけが取り柄で、25歳なのに定職にもつかずにフラフラして、このままでこいつは大丈夫なのかなとは思うよ。あんた何言ってんの？何って、聞かれたことに答えただけなんですけど。うちの可愛い美咲に何失礼なこと言ってんのよ、このクズニートが。実の息子に対しての言い方じゃないよな、もはや。母さんが美咲を溺愛して、兄の俺を汚物扱いしてるのはわかってるよ。でもニート呼ばわりしてるけど、俺はニートじゃないし、家から追い出すっていうのも急すぎるんじゃないか。前からずっと言ってたでしょ？出て行けって。それはもう口癖なのかと思ってたけど。でも俺も、今の職場は実家からかなり近かったから住んでたけど、どちらにしても出るつもりだったから大丈夫だよ。今すぐ出て行け。妹の美咲は美人でアクティブで何でもやってくれるのに、兄のあんたは不細工な上に家庭のことを何もしてくれないし、何のために存在してるのよ。言い過ぎじゃないか。俺だって俺のできることをやってるつもりだけど、妹は美人なのに、兄は髪もボサボサ、髭も生やして、本当に同じ家に住んでるだけで気分が悪くなるわよ。いつもそうディスってくるけどさ、俺もあんたの子供だってわかってる。不細工のくせに身だしなみもしっかりできないなんてゴミよね。なんでこんな息子が私から生まれたのかしら。昔からそうやって母さんにディスられるのは慣れてたけどさ、ちょっと今日のは行き過ぎてるな。行き過ぎ？何が？全部本心だよ。あんたみたいな不細工を産んだ覚えはない。妹の美咲だけが私の救いだよ。そうですか。じゃあ俺は本当に出て行っても問題ないんだな。さっきから何度も言ってるでしょ？うちにゴミはいらないのよ。30手前なのに家で引きこもりなんて迷惑なの。妹は美人で活発なのに、なんでこうなるのかね。人はそれぞれキャラクターがありますからね。でもそこまで言うならもういい。いい機会だし、もうゴリゴリだし。こっちのセリフよ。あんたは不細工で引きこもりなんだからさ、あんたに家にいてほしくないと思うのは当然でしょ。家にいていい存在じゃないのよ、あんたは。すごい言い方だな。一方的な決めつけが過ぎるし、俺にはもうこれ以上何もできなそうだな。何ブツブツ言ってんのよ。もう答えは出てるでしょ。ニートのクズゴミ、ダメ人間は家から出て行け。結構な言いようだな。というか、俺のことは勝手に引きこもりニート扱いしてるけどさ、美咲は無職ってことは気にしてないんだな。妹は無職でも家事手伝いしてるからいいの。ニートで引きこもりのあんたは出て行け。ありがとう。縁も切るね。さっさと出て行け。もう金輪際俺はあなたを母親だとは思わないことにするから、二度と母親ずらすんなよ。こっちのセリフよ。もう二度と家に帰ってくるな。連絡もするなよ。わかった。じゃあな。あんたなんてもううちの息子じゃない。むしろ最初から息子でも何でもなかったのかもね。後悔することになっても遅いからな。よしと、そろそろ帰ってきたら？は？大変でしょ、一人暮らしも。そろそろ疲れた頃だろうし、戻っておいてよ。今日戻ってきなさい、今すぐに。相変わらず勝手に決めつけて話を進めるところは変わってないんですね。でも残念ですけど、俺は変わったので。どういうこと？俺はもう実家に帰るつもりはありませんよ。というか、実家だとも思ってませんから。あなたのことはもう完全に他人だと思ってるし。なんてこと言うのよ。私はあなたの母親ですよ。3ヶ月前にニートのダメ人間はクズだ。自分の息子でも何でもないって言って追い出したよな。そんなことも言われなきゃ思い出せないのか？昔のことは覚えてないよ。結構昔のことでしょ？たった3ヶ月前のことだろ。忘れたふりするなよ。こうやってわざわざ連絡してきたのも事実を知ったからだろ。え？ずっと自分が勝手に決めつけて勘違いしてたのを信じてたんだろうけどさ、俺は引きこもりニートでも何でもなくて、
ただ在宅ワークで稼いでただけだって分かったんだろ。それであなたの通帳にも送金していたのが俺だって分かったのか。やっぱりそうだったんだね。美咲からの振り込みが3ヶ月止まってるからおかしいと思って聞いたんだよ。そしたら美咲、本当にもうバイトも何もしてないらしいじゃないか。だからそう言っただろ。何度も言ってたけど信じてなかったよな。美咲が仕事してないわけないって思ってたんだよ。だっていつも出かけてたし、ヨシトはずっと家にいたんだし。あいつは遊び回ってて俺は仕事してたっていう事実を自分が受け止められなかっただけでしょ。自分で勝手に妹からだと誤解してただけだよな。親父とも話して生活費も俺の方から入れてたんだけど、何もわかんなかったんだよね、あんたは。しかも家事も美咲はできないんだって。それも気づいてないっていうのもすごい話だよな。家事は美咲じゃなくて俺が基本は全部やってたけど、そんなの普通一緒に住んでたら気づかないか。あんたは美咲の手伝いをしてるだけなのかと思ってた。日中と夜は結構仕事で作れないことが多いから、休みにまとめて作り置きして美咲には温めて食べるように伝えてた。それだけのことだよ。そんなの私は知らなかったから。知らなかったというか知ろうとしなかっただけだろ。帰ってこない？は？あんたが出て行っちゃってから家がどんどん汚れていくんだよ。美咲に片付けろとか掃除しろって言ってもやったことがないからできない、わかんないって言うんだ。こんなに何もできない子だとは思ってなかったよ。そうやって育てたのは自分ですよね。それじゃ責任持って自立させるか教えるかするしかないのでは。というか俺は家の掃除のためだけに帰ってこいって言うのか。ふざけるのもいい加減にしろよ。仕方ないじゃないか。ヨシトのことが必要だって気づいたんだよ。だから帰ってきて。どこまで自己中なんだよ。家のご飯もまずくなっちゃって食べられなくなってるんだよ。このままじゃ生活も苦しいし大変なんだ。美咲の借金もそろそろやばいんじゃないの？どうやって返していくつもりなんだ？え？美咲に借金？何の話？それはまだ知らなかったんだ。本当に美咲のこと何にも知らないで可愛がってたんだな。美咲に借金なんてあるわけないでしょ？適当なこと言うのやめなさいよ！そう信じたいのはわかるけど、事実ですから。なんなら本人に聞いてみれば、美咲は借金してエステや美容院に通ってたからさ。仕事辞めた今はどうしてるんだろうね。多分家の金をこっそり使ってるんだろうけどさ。美咲が借金をして、うちのお金を使ってるの？それも、あなたが美咲は可愛いのが取り柄だって言い続けて育ててきたからだよな。じゃあ自分の責任だし仕方ないのでは？私のせいだって言うの？娘がバカに育っちゃったのが私のせい？ま、それも原因なんじゃないですかね。俺はあんたにブサイクブサイク言われて育ったから、自分はブサイクなんだろうなとは思ってたけど、実際はそんなにモテないことはなかったんだよね。え？家ではずっとメガネだし、仕事忙しい時は身だしなみなんて気にしてられないけど、メガネ外して身だしなみをしっかりするとイケメンだし、収入もそこそこあるしモテるよって彼女は言ってくれてるけどね。は？彼女？あ、そうそう。今は彼女と同棲してるから、もうその家に戻ることはないよ。同棲？ヨシトが彼女と？言う必要ないかと思って言ってなかったけど、結婚もするつもりだし。え、結婚？あなたに言う必要はないかなと思って。別に家族でももうないわけだし。何言ってるのよ。あんたは私の可愛い息子でしょ。そんな悲しいこと言うんじゃないですよ。結婚するなんておめでたいじゃないの。うちにいつ連れてくるの。いや、母親面するなって言ったよな。もう縁は切ったんだからさ。結婚するけどもう結婚式にも呼ぶつもりはないし、俺たちに会うことはないと思うよ。本当に？せっかく結婚するのに？孫は？もしいつか孫ができても会わせる気はなし。あなたのことを祖母だと思わせたくないし。どうしてそんなこと言うのよ。うちに帰っておいでよ。そうだ、彼女と一緒に同居したらどう？ありえないから変な妄想やめてくれる？
あなたが勝手に何でも決めて進めようとするのは分かってるけど、俺はもうあなたに影響を受けるのはこりごりだからな。二度と関わるつもりないって言ったはずだけど。まさか本気で言ってたなんて思わなかったのよ。ごめんね。私が間違ってた部分もあると思うし、今回は水に流しましょう。いや、謝るようになったのは進歩だと思うけどさ、間違ってた部分ってなんだよ。あなたの行動は間違いすぎだったと思いますよ。美人な妹ばかりを可愛がる母親っていうか毒親の存在にはもう限界だったわけ。毒親って何よ。そんな言い方すべきじゃないでしょ。そんな言い方すべきじゃないっていうような言い方を今まで何度されたと思ってる。可愛がるべきだったのは妹だけじゃなくて、自分の子供だったら俺も可愛がるべきだったのかもね。もう今となっては今更でしかないけど。でも少なくとも本当に感謝すべき対象は俺だったんじゃない？一応あなたの生活を支えてきていたわけだし。もうこれで父親もあなたにはうんざりしたみたいだよ。え、お父さんが？離婚するつもりだって言ってたし、老後大変になりそうだよね。離婚？え？もうあなたの人生に関わるつもりはないけど、今後も美咲と一緒に仲良く幸せに暮らしてね。それじゃ、さようなら。永遠にね。その後、結局母親の咲子さんは吉人さんにブロックされてしまい、連絡を取ることもできなくなってしまったのだそうです。旦那さんからも熟年離婚を言い渡されてしまい、家を出て行かれてしまったのだとか。咲子さんは生活が苦しくなって、自分も働かなくてはいけなくなり、帰ってきてと吉人さんに懇願したそうですが、吉人さんは婚約者さんと幸せに同棲中だったので、完全に無視。咲子さんは美咲さんの借金を一緒に返すことになってしまい、二人で仕事を探すことになったんだそうですが、どちらも仕事の経験が浅く、低時給なバイトしか見つけられなかったのだとか。咲子さんにとってはこれからは大変そうですけど、吉人さんにとっては、家計を助ける必要も、毒親からの嫌味を我慢する必要もなくなり、平和になったのだそうです。吉人さんはそれから数ヶ月後には、婚約者と幸せに結婚をして、お父さんを呼び寄せて同居することにしたのだとか。もう二度と咲子さんと会うつもりはないんだそうですよ。